皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスでございます。白血病生活の気晴らしにね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病患になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くときにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、通院の日なのでね、ちょっと病院までまたやってきました。現在朝のね、9時21分でございます。まあ、これからね、その10時からですね、皮膚科なので、で10時半から歯医者でございます。で、もともとね、その歯医者だけの日やったんですけども、まあ、どうしても皮膚科の先生がね、今週に来いっていうもんだからですね、まあ、ちょっと今日のね、早い時間ね、ねじ込ませてやりました。まあ、僕の思うペースならね、その、血液内科のね、7月までね、ちょっと伸ばしてほしかったんですけども、まあ、それじゃ感覚が空きすぎるということでですね、まあ、そこまでにまだ別の症状が出るかもしれないということにね、まあ、今日になったんですけどもね。まあ、ちょうど良かったんですけどもね、それでね、まあ、気分的にはもうちょっとね、遅い時間にしてほしいわと思ってたんですわ。まあ、でもせめてね、その歯医者がね、終わってからでも良かったなとね、昼からでも良かったなとね、ちょっと思っております。まあ、そんな感じで、ね、まあ、今日なんですけども、その対人疱疹の治療でね、その帯状疱疹ウイルスの活発化を抑えるためにですね、抗ウイルス剤っていうお薬と、でそのウイルスが活発化して起こるその痛みに対しての鎮痛剤をね、その飲み薬として、ね、もらってます。まあ、その他の薬はですね、帯状疱疹の症状で赤い斑点やね、その点々点っていう斑点やね、そのあとはね、水ぶくれか、水ぶくれのためにもうね、塗り薬ももらっております。で、その塗り薬はですね、その患部に塗ってから、そこをガーゼでカバーして、塗ってからね、ガーゼでカバーしてですね、まあ、通常ならばテーピングでね、こう、ペタペタってガーゼをね、まあ、直にその足の皮膚にね、貼ってカバーして、ガーゼを染めるらしいんですけども、まあ、僕はそのカバーするテープがね、その肌が荒れてしまうというので、まあ、それは避けてくれと言ったらね、このぐるぐるぐるって、ね、包帯を巻かれたんですわ。巻かれたらそのね、すごく大げさに見えるんですけども、まあテープでね、肌が荒れるよりマシなのでね、まあしゃあないんですけどもね。そしてその包帯なんですけどもね、その膝の上、この膝のね、上まで見えるかな、この膝の上ぐらいまで、そのほんま巻きたいんですけども、膝のすぐ横にあるからね、ただれがね、水ぶくれが膝のすぐ横にあるから、でそこをほんまにちゃんとカバーするために、膝の上まで巻きたいわけですよ。でもそうすると、まあ、人間はその生きていく中で、この生活をしていく中でですね、絶対に膝を曲げ伸ばしするわけですよ。そうしたらですね、膝の上まで巻かれてあるその包帯っていうのはですね、なぜかその膝の下までね、ずれ下がってしまうわけなんですよ。ずる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 ってね。でそうなったら、そのガーゼもね、同時にずれてきてね、その患部、そのね、ただれてるところがですね、むき出しになってしまうわけですよ。もうそれがね、すごく嫌でね、なんかいい方法ないかなって考えた結果ですね、その包帯の代わりにタイツを履いています。タイツというかね、メディキュットなんですけどもね、女性の方だとわかると思います。メディキュットね、ナナオさんがね、CM してるやつですわ。で、僕の家にはね、その奥さんのメディキュットがあるんで、その奥さんのメディキュットを借りております。腰まである、ね、ここの辺ぐらい、おへそぐらいまで隠れるメディキュットじゃなくて、足だけ、足の付け根ぐらいまでのメディキュットってあるんですよ。タイツみたいなのがね、そのアームカバーみたいなのがあるんですけどもね、そういうのをね、使っております。それをね、その包帯の代わりにね、そのマジックテープのサポーターとかをね、その買って使おうかなと思ったんですけども、まあ、思いのほかちょうどいいサイズがなくてですね、まあ、どんだけそのネットで探しても、ドラッグストアとかね、ドンキホーテに行って探してもですね、見つかりませんでした。その足首からね、太ももまでの長さをね、カバーできるほどのね、サポーターっていう、そのマジックテープ付きのサポーターなんてね、ほんまにね、どこ探してもなかったので、まあ、履くタイプにしようと思って、まあ、日焼けしないような、先ほども言いました、このアームカバーってあるじゃないですか。それの足用がね、見つかったんですけども、よう考えたら、そのうちにある奥さんの、その太ももまでのメディキュットがあったよねっていうふうにちょっと思い出したので、奥さんにちょっとメディキュット貸して、水色のやつ、
太ももまでのやつあるやろって言ったら、ほな奥さんがですね、ああいいよ、ああええかもなっていうふうに言ってくれたので、今ねちょうど履いております。今ズボン履いてるか見せれないですけども、ちょうどね足もむくんでるしね、ガーゼも止まるし、ほんまにちょうどいいんですよ。ちなみにね、その奥さんはその季節がね暑くなってきててもですね、まあ寒い時でもまあずっとなんですけども、その先ほども言いましたあの腰までのねメディキュットをね履いておりますので、その太ももまでのメディキュットっていうのが、放置されてたわけなんですよ。放置されてる状態だったんですね。だからそのわざわざ新しいサポーターを買わんでもよかったので、ほんまにちょうどよかったですわ。まあ、しかもね、通常はね、そのメディキュットっていうのはね、そのむくみを取るためのやつなんですけども、その両足に履きますけども、僕はその今は左足のためだけに使いたいので、ただただその患部を押さえてるガーゼをさらに押さえたいわけなんですよ。ずれたくない、ずれてほしくないためだけに使いたいので、その片方だけで十分なんです。だからね、そのガーゼからこう染み出た薬やね、その帯状疱疹の汁がついてもですね、そのメディキュットの片方を使って、染み出て、染みになったとしても、それを洗濯して洗っていても、もう片方のメディキットが残ってるわけなので、こう洗い替えがね、できるんですわ。だから何かとちょうどいいんです。まあでもね、しかしね、こんな後ですよ。僕が今から行く皮膚科でね、その先生とね、看護師さんにね、見せるときにね、このメディキュットを目の当たりにされるわけですよ。で、看護師さんはね、女性なのでね、なんでメディキュットってね、思われるかもしれないですけどもね、まあそれはしゃあないですわ。まあとりあえずね、もう今からね、行ってまいります。皮膚科行ってから歯医者に行ってきます。またね、診察の結果はですね、明日のね、動画でね、報告させていただきます。今日はですね、包帯の代わりに奥さんのメディキュットを使ってますよっていうお話でございました。男がねメディキュットなんか履いて気持ち悪いなと思うんですよね。まあ、結構ねそのむくみがあるんで、なんていうんですか、足のね締め付けがある分ね、痒みとか痛さってね若干抑えられてます。だから結構これはいいんじゃないかなと思ってね、ファインプレーかなってね思ってるんでね、男性の皆さんもねよかったらねメディキュットっていうのをね探してね使ってみてください。ね、ご結婚されてる方とかね、彼女がいる方やったらね、その彼女に聞いてみたりとか奥さんに聞いてみたりしてもらったらね、わかると思いますんでね、ぜひぜひお使いくださいませ。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。